ローはアメリカ海軍の駆逐艦。ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はフランシス・アズベリー・ロー帝にちなむ。ローは1909年1月18日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1909年7月24日にレーノルド・ティー・ホール夫人によって命名、浸水し、1910年9月17日に 艦長 CH ウッドワード大員の指揮下収益する。収益五郎はバージニア州ノーォーク沖で訓練を行い、12月にロードアイランド州ニューポートに巡航、11月初めにノーォークに帰還した。12月17日、キーウェストに向けて出航し、メキシコ湾での冬季演習に参加する。春にノーホークに帰還し、1913年1月まで、 大西洋中部及びニューイングランド南方で活動した。1913年4月からカリブ海での艦隊演習に参加し、秋にはニューイングランド沖で活動する。1914年3月、新たに創設された予備役水雷小艦隊に配属され、第一次世界大戦まで大西洋艦隊において交互に予備役と現役任務を行う。 1914年夏から秋にかけて、ローは大西洋中部で活動し、1915年2月から4月まで再びカリブ海での冬季演習に参加した。夏にはニューイングランド南方で活動し、11月にサウスカロライナ州チャールストンで限定収益状態となる。1917年3月にローは完全収益状態に復帰した。 4月になると偵察部隊第5分艦隊第2戦隊に配属され、ノースカロライナ州ウィルミントンで財務省及び労働省職員を支援、ドイツ商船の自沈及び闘争を阻止した。6日にアメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦し、ローはホーフェンフェルデに武装した兵を送り込んだ。同月中旬にローはニューポートに移動、同地で続く6ヶ月間。 対戦紹介及び戦団護衛任務に従事する。11月9日、フランスに向けて出港し、翌年から沿岸偵察及び戦団護衛任務に従事した。1918年11月5日、ローはブレストを出港、帰国の途に着く。12月1日にニューヨークに到着し、同月中旬にチャールストンに移動、九百十九年七月まで同地に泊まる。 その後フィラデルフィアに移動し、12月1日に退役、予備役艦隊の一隻として係留された。1920年7月17日に DD-24 に指定されたローは、1924年に現役復帰し財務省に移管された。1924年6月7日から1930年10月18日まで、ローは沿岸警備隊によって運用された。 ローはニューヨーク州ステープルトンを拠点とし、ラムパトロールの一席として貢献した。海軍に返還されたローはリーグ島に経由され、1934年5月2日にロンドン海軍軍縮条約に従って、スクラップとして売却された。ありがとうございます。